って。あれはね、僕すごいなと思いました。全く気づかなかったです。どうも、福祉用具屋の後藤です。本日はですね、一流ベッドメーカーのですね、フラッツさんにお越しいただきました。はい、ありがとうございます。まだ二流三流かなと思ってますけど、あ、すいません、あの一流介護ベッドメーカーのプラッツのマーケティング高いと思います。本日はよろしくお願いします。いや、お願いします。ありがとうございます。まあ一流とはいえですね、まだプラッツさんをご存知ない方も視聴者の方おられるかもしれないので、簡単で結構です。自己紹介と、まあ、会社紹介ちょっとしていただいてもいいですか。かしこまりました。私たちですね、プラッツはですね、医療介護ベッドをですね、主に製造販売している、メーカーでございます。福岡が本社にございましてですね、北は北海道から宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡とですね、全国7拠点でアフターサービスと営業の方をですね、展開しております。海外の方はですね、中国の上海の方にプラッツ上海という拠点がございましてですね、こちらの方から東アジアと、あとは東南アジアもですね、展開をしているのがメーカーでございます。今年、30周年を迎えるメーカーでございましてですね、ようやく自分で立つことができるようになったというような状態でございます。一流といえばもう前回の松永製作所なんですが、あ、こちらの動画ですね、うん、はい、ベッドで言えばパラパンプレスさん、はい、まあ、一流のベッドメーカーさんも間違いないかなと思ってますし、やっぱフランスベッドさんもですね、ブランド一流というような感じですけど、フランスよりですね、一流の方々に近づけるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。高谷さんのことも教えていただいてもいいですか。ありがとうございます。私ですね、今はですね、マーケティング部というところですね、本社の方で勤務しております。主に営業支援全般、大きいところではブランディングとかですね、認知拡大とか、そういうところもですね、やっていくようなセクションでございます。プラッツ歴はもう17年ですか。17ですね、はい、ということはもう、はい、特殊診断に関してはもう知らないことはないぐらいの勢いで。そうですね、でもね、古い特殊診断から最新の特殊診断まで結構見てきたなとは思いますけども、特殊診断っていったらパラモンプレスさんとかフランスベッツさんの時代って、もう本当戦後間もない頃から作ってた会社さんですので、まあ、ここあたりの歴史までいくとちょっとまだ博物館レベルの話になってくるのかなと思うんですけど、はい、最近のところはですね、大体網羅できているかなというふうに思ってます。で、高谷さん自身はマーケティング部なんですよね。そうですね、ご存知の方も多いと思うんですけど、そのプラッツさんではその YouTube やっておられるんですけど、そこにも高谷さん何度か紹介されてるのと、あのプラッツさんの YouTube 面白いですよね。攻めた内容結構やってるじゃないですか。このサイドテーブルの上、これ30キロまでしかあかんのに実際どうなんみたいな、みたいなとか、まあ、またあの概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。社長のジョーがですね、はい、まあ、かなりその辺がここ緩いというかですね、はい、かなりこうあのオーラかな感じでやれやれと、はい、感じでやって、あの言ってくれるんでですね、結構攻めた画像撮れてるのかなっていうふうに、ね、いや面白いです。こうベッドの紹介とかね、特殊診断付属品の紹介とかある中で、いきなりこうアニメーションが始まって、おじがハワイに行ったっていうやつあるじゃないですか。これでいつなんか商品出てくるのかなと思ったら、めっちゃええ話やったっていうので終わるじゃないですか。車椅子のおじいちゃんがハワイに行ってワイキキビーチでこう絡まれるっていうね。そうですね。いや、ぜひ皆さん見てください。あまりこの商売ってない感じのですね、はい、なんていうかこう面白いものをちょっと作っていきたいなと思ってですね、はい、ちょっとそういう取り組みをやってます。で、あともう一つですね、その株式会社プラット YouTube っていうのはですね、一応1ヶ月間の間なんですけれども、再生回数も見てですね、かける10円をですね、まあ、社会貢献活動の資金にして貯めていこうというような。なるほど。ですね、いや、むちゃくちゃいいですね。と、うん、いうことはもうみんながもう見れば見るほど社会貢献の輪が広がっていくわけですね。そうなんですよ。これで100万回再生とかされたらえらいことですけど、上限10万円にしてるんですよ。でもね今のところ、そうね、残念ながら上限10万もうあの全然いかない状態なんですね。いや、一発ぐらいね、上限10万とかやってやりたいなと思って。ぜひあのこれをご覧の皆様、あのみんなプラッツさんの動画を見てもう困らせてやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。でちなみに、まあ、僕ら福祉用具屋さんはですね、まあ、在宅メインで、お仕事させていただくんですけども、はい、在宅のベッドの導入ランキングでいうと1位がやっぱパラマウントさんで、2位がプラッツさんなんですね。そうですね、で在宅の方ですね。3位がシーホネンスさん、フランスベッドさん、ランダルさんぐらいの感じ。これちょっと後藤調べなのでちょっと細かくは分からないですけども、あのプラッツさんって言ったら、まあ、先ほどおっしゃってた30周年やから、はい、比較的そんな古い会社ではないじゃないですか。そうですね、はい、そんな、プラッツさんがこうシェア2位のところまで上がれた理由みたいなんてあるんですか。特徴特色みたいな。ありがとうございます。
今挙げられたそのパラマウントスベッツさんからランダムコーポレーションさんから、はい、まあ、5社の中で一番若い会社なんですけども、ね、はい、私たちの特徴というのはですね、そのものづくりのテーマとして、まあ、高品質高機能低価格というものをですねテーマにしたものづくりをやっておりましてですね、コストパフォーマンスに優れた、まあ、商品とサービスをお届けしていきたいというのが、まあ、私たち の, そのスタンスですね。当時私たちがそのベッドの製造販売に入った時期っていうのが、まあ、なかなかやっぱりその高くてですね、うんうん、なかなかそのご家族の方とかが、まあ、ご両親とかおじいさんおばあさんとかに買えるような金額でもなかったっていうところがあって、でそこに対して私たちのアンサーとしてですね、手が届く価格帯のベッドを作りたいということで、はいはい、当時としては画期的なですね、まあ、99,800円の介護ベッドっていうやつをですね、作ってですね、はい、これをこう売り出したっていうのがベッドの業界に入ってきた始まりというところですね。なるほど。やっぱり他のメーカーさんに比べると、まあ、お安く手に入るというのが、そういう形のものづくりをですね、ずっとやってきたっていうところがあります。ただ、はい、まあ、私がですね、入社した当時、もう17年前、15年以上前の話になりますけども、まだまだやっぱり安いのは、安いというところだったんですけど、うん、まだでもやっぱり品質がやっぱり当時は追いついてなかった、うん、とにかくこう工場と品質開発、ここにですね人員と、まあ、資源とかを投下して良い品質のものを、まあ、まさにその高品質高機能低価格のものづくりをしっかりやっていったっていう時期が、まあ、15年ぐらい前ですかね。なるほど。そのぐらいニオレットっていうタイプのですね、はい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 、この辺りからプラッツが少しずつ変わっていったっていうわけです。なるほど。ということはもう今はもう自信を持ってお届けできるってことですね。あ、そうですね。僕は毎年 HCR、はい、東京の展示会ですね、行かせていただくんですけども、やっぱこう最新のベッドとかってたくさんあるじゃないですか、はいはいはい、今ねパラマウントさんとかでこうスマートフォンでこう操作できたりとか、本当にまあ日々こう発展してってるなって思うんですけど、こう今後の特殊信頼ってどうなっていきそうですか？そうですね、これちょっと私の意見としてちょっと2つほどちょっと挙げさせていただきたいんですけれども、はいはい、1つは ICT の機器との連携っていうのがやっぱりまず1つ進んでいくだろうと思います。昨年の介護保険制度改正も、うん、まあ、一貫してですね、国の方針としては科学的介護の推進っていうのを掲げてるんですね、はい、去年からだとライフっていうシステムが稼働して、うん、ご利用者さんのこの状態だったりとか、まあ、サービス内容とかをこうフィードバックして、後々はエビデンスを持ったですね、そのより良いケアをこう導入に手伝ってくれるような、はい、そういうような取り組みをですね、まあ、進めてるところなんですけども、こうなってくると、まあ、在宅でもですねベッド上でご利用者さんのデータを取れるっていう仕組みっていうのが、まあ、必要になってくるんじゃないかなと思ってます。だんだんこう介護施設さんとかには介護ロボットと言われる見守りセンサーっていうのがですね、はい、だいぶ普及が進んできてるんですけれども、まあ、これがですね、まあ、後々その在宅にも来るということになれば、見守りセンサーとベッドを組み合わせるとか、そういう話っていうのも、まあ、これから来るんじゃないかなとは感じてますね。まあ、そういう IoT との連携ですよね。見守りセンサーのセッティングとかが多分難しいと、多分これは普及しないだろうなと思うんですが、これが別に何の操作もしなくて常にこうデータとかを取ってくれるような、そういう仕組みになっていれば、おそらくはまあ普及というのも出てくるんじゃないかなと思います。なるほど。もう一つがですね、やっぱデザイン配慮というのがもう少し進んでくるだろうというふうに思っておりまして、5年前ぐらいに甲和製作所さんの方で2系列っていう対向車があって、はいはい、ちょっとダンディーな、はい、かっこいいですよね。かっこいい、イタリア紳士のモチーフにしたみたいですね。そうです。あれがですね出たっていう時に、これはいい取り組みだと思ったのが、やっぱり今まで歩行者って結構可愛らしいその女性目線でちょっと使ってみたいなっていう歩行者って結構あったんですけど、うん、はい、ちょっと男性目線でそのかっこいいっていう視点でのその歩行者っていうのはそんなになかったと思うんですね、うん、そうですね。ここに対して高齢男性の人とかが、いや歩行者で外出るのはちょっとやだなと思ってたら、やっぱりその家の中にいて、家の中でね体が弱っていっちゃったりとかすると思うんですけど、うん、やっぱ外に出ていきたい、そういうような歩行者があればどんどん外出していくし、それが QOL の改善だったりとか、うん、あとは健康寿命の延伸とかですね、こういうのにつながっていくので、まあ、結構このかっこよさっていうのに目をつけたっていうのはすごくいい取り組みだなっていう感じでますね。最近ですとランダルコーポレーションっていうところはですね、はい、今リライフネクストっていうタイプのベッドを出してになってですね、はいはい、そこが一つやっぱデザインを売りにしてるんですよ、うん、木製のボードなんですけど、木製のボードって基本的にはちょっとやっぱ太めに作る、耐久性出すためにちょっと太めに作ったりとかするケースがあるんですけど、ちゃんと薄く耐久性を持たせた状態で作りつつ曲線を多用するんですよね。その木製のベッドってやっぱまっすぐ
まあ、うちのミオックスイートもそうだと思うんですけども、はいはい、もうカクカクっていう感じでスッキリさせるのが多いんですけど、はい、そこをこううまく曲線使ったデザインだったりとか、はい、あともう一つはモーターを見せないように樹脂でですね下の部分を覆ってるんですね。だからなんていうかそのメカメカしいところを隠してちょっとデザインをちょっと重視したっていうような結構面白いアプローチのベッドだなと思ってます。なるほど。やっぱその機能性だけじゃなくてデザインにも目をつけるっていうところは結構やっぱ大切な視点なのかなと思ってます。いや確かにそうですよね。例えば、まあ、病院のベッドってなんか白いなんかフレームで、うん、まあ、いかにも病院っていう感じですけど、うん、プラッツさんがあれなんですよ、初めてなんですよね、こう黒いフレームを作らはったっていう。 ありがとうございます。そうですそうです。在宅でお使いのベッドでね、はい、やっぱなかなかこう白い真っ白のベッドがドーンと置いてあるとやっぱちょっと違和感があったりとかするので、うん、まあ、そういうところでですね、私たちは木のボードとまあ黒いフレームで割とそのいわゆる在宅にですねマッチしたデザインのベッドを作ったっていうのがかなり昔にチャレンジしたところです。まあ、当時はやっぱりちょっと異質な感じはあったんですけども、今でもねもうほとんどのメーカーさんとかは結構フレームのところを黒くしたりとかしてきているので、まあ、だいぶその辺に関しては結構先見の明というかですね、まあ、面白いチャレンジ、いいチャレンジしたかなと思いますね。いやでもすごいですよね、もう今それがもう定着してますもんね、今それがスタンダードになってるっていうのは素晴らしいなと思います。ありがとうございます。とはいえその僕ら現場に行ってると思うんですけど、いやそこまでの機能別にいらんのと、うん、高さ上がって背中上がったらええねんっていう人も一定数いるじゃないですか、うんうん、います、はい、じゃあそのベッドがどん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 進化していくのはまあまあ分かるんですけど、高機能すぎるものよりは安くやったらええよみたいな、うんうん、っていうのもの方が僕は求められてるんじゃないかなと思うんですが、うん、その辺って どうですかメーカーさんとしては。介護ベッド全体で考えるともう8割9割ぐらいはやっぱりスタンダードモデルが取り入れてるんですね。ただそこでは賄えないっていう人たちをこうサポートする商品っていうのは必ず必要になってくるので、うん、まあ、そこに対してやっぱりその高機能のベッドっていうのはやっぱりメーカーとしても用意していきたいというふうに考えてます。これメーカーさんどう思ってはんのかなっていうのをちょっとあえて聞きたいんですけど、新しい商品の方が単位数が低いっていうケース多くあるじゃないですか。そうですね。うちで言うと、まあ、プラッツさんの商品だったらミオレット 4U よりもね、うん、バトルに出たミオレット3の方が安いんですよ、うん、なんかこれってまあ普通違うじゃないですか、古い方が安くて新しい方が高いっていうのが一般的な流通の話だと思うんですけど、こういうふうに価格がなんか逆転しちゃう、はい、こういうのってメーカーさんはどう思ってはるんですか。私たちとしてはできればやっぱり対応予算、そのお客さんにしっかり利益を取れる体制を取ってほしいなと思ってるんですね。やっぱりお客さんたちにそのいわゆる元気がない、その体力とかがないとやっぱりその購入する力もやっぱりなくなってくると思いますから、はいはい、この福祉用具屋さんチャンネルはたくさんの福祉用具対応事業所が見ていただいてるんですけど、こうメーカーさんから見ても福祉用具屋さんにこう一言みたいなんてあります？ご家族とかヘルパーの方に、はい、使い方をですねぜひちょっとお伝えしていただきたいなっていうのはすごくあります。最近その、まあ、ツイッターとかでも見るんですけれども、はい、ご家族の方でも在宅介護で腰を痛めてるっていう人結構いるんですね。はい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 。それってやっぱりそのまだ高さ調節機能とかもしっかり実はもしかしたら使われてないのかもしれないし、なるほど、もしかしたら素焼き機能とかはですね使われてない平らな状態で使っているとかそういうケースもあったりとかするのかなと思うんですけれども、この部分については納品の時に多分説明とかもされていると思うんですけども、ここをちょっと力説していただけるとですね、なるほど、ありがたいことですね。使い方をちゃんと現場単位でしっかりと落とし込んでよっていう話ですよね。在宅介護、介護環境をものすごく改善する可能性を秘めてると思うんですよ、特殊信頼っていうものは、はいはい、そうですね。ただそうは言っても今なんかちょっと前の主流かもしれませんけども、もうベッドは低くまで下がった方がいいっていうなんか発想でこぞっていろんなメーカーさんが低くのベッドをやったじゃないですか。これってもちろんなんですけど、低いベッドって高さの上がり幅がもう同じであればなんか中段階1までしか上がらなくなっちゃうんですよね。おっしゃる通りですね、ね、はい、でそこでこのプラッツさんの新商品は違うんですよね。そうですね、ちょっとこれわざとらしいな、はい、わざとらしいかな、いいですか、はい、すいません、実はですね、私たち今新型機を開発進めておりましてですね、今年のいよいよ3月に発売予定しております、ヨカロというタイプの介護用ベッド、これがですね、今回ですね、高さ調節っていう話になると業界では多分最高クラスの78センチまでですね高くなる、一番高くまで78センチってなると結構高いですね。そうですね、はい、多分180センチぐらいの高身長の介助する人とかでも十分その腰をあんまり曲げなくてもですね、腰に負担の少ない感じでケアができるかなと思います。なるほど。で、低所のところはですね、ちょっと固定足の組み替えっていうのが必要になってくるんですけども、一番低い状態だったら25センチ、いわゆる低所ベッドなんですけど、うん、はい、一緒ですね、そこのところまで下げることもできるので、まあ、高さ調節っていう話だったらそ
この部分が画期的なところかなと思います。あと、そう、まっすぐ垂直に昇降するっていうタイプのベッドでございますから、もう場所も取らないですし、狭いお部屋でも十分使えるかなと思います。なるほど。あとはまあ、とにかく背上げ機能がとにかく進化しているので、はい、まあ、違和感の少ない、圧迫の少ない背上げができるというところと、あともう一つはですね、ラフィオっていうベッドの方から積んでるんですけど、ハイバックサポート機能っていって、うん、ボトム の上の部分だけをこう調整できるところですね。保護税予防のサポートだったりとか、うん、食事介助とか航空ケアとかですね、まあ、このあたりに非常に効果的な機能になってますので、購入者さんにとっても、まあ、介助する方にとっても、まあ、非常にこうメリットが大きいベッドかなというふうに思います。あともう一つ、副食体重の皆様にとっては今回組み立て部品ゼロってやつをですね、実現しておりますので、それすごいっすよね。まあ、パーツ軽量化しているのと組み立て部品ゼロということで、非常にこの組み立てがしやすくて、うん、部品パック忘れたりとか、はい、紛失するっていう不安がなくなるっていうところがいいと思います。これはね、副仕様があるあるですよ、うん、R ピンのあっちないとかね、なんか多分皆さん経験は1回はしたことあると思います。部品がいらないっていうのはね、うん、すごくいいですね。ヨカロって僕あれこれすごいなと思ったのが、樹脂製ボードはこうなんかティッシュとか置けるようになってるんですよね。棚が、あれ標準でついてるんですよね。標準ついてます。樹脂ボードにしたらちゃんと棚が勝手についてくるんですよね。そう、標準で収納式のやつがありますね。いや、それいいですよね。なので、まあ、ご用意者さんにとっても、介護者さんにとっても、まあ、作業する方にとっても、まあ、三方よしのベッドかなというのが出来上がったので、まあ、ぜひぜひちょっと、今年の3月発売予定ですので、ぜひご期待いただければと思います。はい。ぜひまだ、まあ、僕は HCR とかで見させていただきましたけども、まだ見られてない方はね、ぜひプラッツさんに連絡していただいて、福祉用具屋さんチャンネルで見たヨカロ、ちょっと持ってきてよと、言っていただいたら、多分担当の人が、すぐに持ってきてくれると思います、はい。はい。ぜひ頼んでみてください。ありがとうございます。これ僕が言ってるんじゃないんですけど、はいはい、そのなんか、フラッツさんのベッドは剛性がないんじゃないかみたいな。結構揺れるんじゃねえのみたいなのを意見をいただいたことがあるんですけど、うん、その辺ってどうですか？そうですね。実際にやっぱり私たちもこういう話っていうのはやっぱり言われるんですね。実際にその昔のプラッツのベッドっていうのは、ベッドの組み上げのところの遊びの部分が若干甘かったっていうかですね、少し余裕があったなっては思ってます。なるほどなるほど。甘いというのは簡単に組み立てができるんですね、うん、なので組み立てやすいっていうメリットはあるんですけど、まあ、その辺そのやっぱり動くところが若干あるということなので、全体的にちょっとこの横揺れっていうのがあり得るっていうのがあったんですけども、やっぱり今プラッツのデモンストレーションをさせていただくと、大体ねベッドを揺らされるんですよね、はいはいはい、今もう私たちっていうのは開発の中でまずそこっていうのは一番やっぱり重視して作りますね。どんなにいい機能だったりとかしても、やっぱ揺れたらちょっともう一回作り直しみたいな、そんな感じで、結構厳しい検査が、いやー厳しいですね。厳しい検査っていうか、まあ、営業がすごく厳しいですね今なるほど。あと前に高谷さんに教えていただいたんですけど、こう各いろんなメーカーさんベッドあるじゃないですか、はいはい、こうリモコンが一つのメーカーさんだけこの上がる下がるの矢印が違うんですよね。そうですね。あれはね僕すごいなと思いました。全く気づかなかったです。病院さんとかにですね、こうベッドを収めさせていただくときに、間違って上がるボタンを押しちゃった、間違って下がるボタンを押しちゃったっていう話ってよく聞いたんですね、はい、なんでこういうことが起こるのかなと思ったら、パラマウント別さんなんですけれども、はい、パラマウント別さんのベッドの上がる、はい、下がるボタンの位置って逆なんですよ。そうなんですよね。で皆さんどうですか、こうイメージとして上がるボタンは、僕はこう左側にボタン上がるボタンで、右側に下がるボタンのイメージなんですよ、イメージ。まあ、もしかしたら皆さん違うかもしれませんけど、まあ、ここにちょっと画像を貼っときますけど、ただパラマウントさんは逆なんですよね。左側に下がるボタン、右側に上がるボタンがあるという、ね、はあ気づかんかったなと思いました。独自の企画で市場を取ってしまったら、やっぱみんなそれをこう使い続けたくなるっていう意識があるんでですね、これはなかなか高度なマーケティングやってるなっていうのはすごく思ったんですけど、ナンバーワンだからできるみたいな戦略ですよね。特殊寝台ってこうスイング昇降と垂直昇降ってあるじゃないですか、うん、はいはい、もう今って垂直昇降ばっかりですよね。そうですね。ちなみにごめんなさい、僕の勉強不足なんですけど、スイング昇降の、メリットってあるんですか？昇降するときに無理のないそのモーターの運動というかですね、そういうものとかが多分作りやすいので、うん、若干その安く作りたい、作りやすいっていうところがあるかなと思いますね。なるほどなるほど。ただ実際に使う上でのメリットっていうのはないですね。ということで高谷さん今日はありがとうございました。いいえ、こちらこそもお招きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いろんな楽しかったです。いろんな情報を教えていただきましてありがとうございます。この福祉用具屋さんチャンネルではですね、いろんなメーカーさんとね、こういう対談をさせてもらって、こう知らなかったことを教えてもらうとか、
今後の福祉業界どうなのみたいなね、お話をいっぱいしたいなと思ってます。今回出演していただきましたフラッツさんの YouTube のですね URL は概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。あの五島ライフクリエーションでは Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローしていただけますとありがたく思っておりますので、どしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。